半迷は先生です。2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、一応建築投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半迷は先生です。今回ね、新しいインジケーターでですね、シグナル通りに、ね、投資する新しいバージョン、難品なしのタイプの、凍結されない、たくさん打たなくてもね、打たない、凍結されないね、そういう新しい言い方今、新しく作ってる最中なんですけども、それでね、シグナル通りにね、勝てないかどうかに、ある程度こちらの方でね、考えていいのだけ投資するのは大変なんで、シグナル通りに勝てないかということでやってるんですけども、8,960円ですね、今日の利益がね。ということで、3,960円、これデモ口座でやってますから、100万5,000円でしょ、スタートですから、3,960円儲かってるわけです。10万ずつ投資してたら、20万、あ、10万ずつ投資してたら、ね、39万6,000円ですね。39万6,000円になるわけですね。1日でね、日当がね。39万6,000円、10万ずつ投資したらね。20万ずつだったらね、80万近くになるわけですから、70何万いくわけですね、日当がね。だからいいんだとは思うんですけれども、思いがけない成績が取れました。まあ、先日のデモなんですけどね。いつもこんなに稼げるのかなということで、ただ一日中投資してないといけないんですけども、精神的にも自分で何の苦労もしなくてもシグナル通りに投資してて勝てるんだったらね、これはもう楽ちんであるということ。ただ供給はできなくなりますね。私だけの仕様となります。汚職となりますから違法になるんですね。本当に100%稼げる。情報は誰かに与えることはできないようになってます。ということで、僕だけ使うようになるんじゃないかと思うんですけど、この新しいインジケーターね。ただそうなればいいなと思うんだけど、稼げればいいなと思うんですけど、皆様方の方には供給できなくなります。今出してるのももしかして閉鎖する、良すぎるんで閉鎖しないといけないかもしれませんね。サンプルだけで販売停止にするかもしれませんね。サンプルだけね。売ることしないかもしれない。売るのをやめようかと思います。性能がかなりいいんでね。デモ講座でも簡単に5時間だけで1000万超しましたからね。簡単に1000万にしちゃいました、デモ講座でね。ということで、インジケーター販売できないかもしれないですね。で、本当に稼げるのかなんて言って、ね、買ってもらって稼げないねっていう人はザラといます。それは当然。簡単には稼げません。ね。ただ、どうなるかは私のビデオしか教えられません。どうやれば稼げるかは教えられません。僕のビデオ録画を見ればわかります。ということでね、勉強されてない私から言わせて仕事妨害になりますから、ちゃんとマニュアルとしてビデオの残してますからね。ということでね、この新しいインジケーターの成績を思わぬ成績で3,960円も稼ぎました、1日でね。驚きの、もうすぐ0時ですけどね、木曜。思わぬ成績で、これは予備シグナルで打たなくていいみたいということも分かりました。どっちもどっちですね。ということで、ちゃんとシグナルが残ったやつで、記録が残れる成績の勝率で投資した方がいいみたいですね。で、投資数が勝率のいいので投資しちゃダメだということで、ちょっとだけ勝率のやつでたくさん投資した方が安定性があるということでした。ね。以上ですね。どうもありがとうございました。